ハロー YouTube、スポーツ部活チャンネルの立ち順です。9月6日ですね、火曜日ですね。おはようございます。ですねちょっとすいません。昨日ね、ちょうど青汁王子の美咲さんと与沢翼さんって、与沢翼さんと堀江門さんのなんか3人の定談の番組見たんですよ。堀江さんの YouTube とあと美咲さんの YouTube で、なんていうんですかね、結構飲んでトークするっていう、で結構いいなと思ってて、でなんか堀江さんはそのを目指して、こう美咲さんも青汁王子の美咲さんも与沢さんも、まあ小さい頃見ててね、こう起業家として頑張ってきたっていう、でな堀江さんちょっと敬遠してたんですけど、やっぱりこうなんかやっとなんていうんですか、ヒカルさんとかの番組で3人のやっとなんかこう3人で打ち解けて、なんかいいなと思って、なんか起業ね、いろいろで3人ともお三方とも紆余曲折あったわけじゃないですか。でもこうなんかすごいいい関係だなと思っていて、まあその堀江さんのそのちょっと純粋な気持ちの部分と、その年下の起業家のね、こう美咲さんとか与沢さんとかも、まあいろいろこうあって、今があって YouTube とかやって、でその3人がこう話をしてね、ものすごい良かったなっていう、なんかね3人ともちょっと年齢が違うんですよね。美咲さんが一番下で、与沢さん、堀江さんっていう感じ、10個下の上なのかな、与沢さんの10個下で、なんかまあこの成熟して、でやっぱり皆さんすごい、すごい頭がいいし、まあ、稼ぐのすごい天才的じゃないですか。やっぱこう世に多少出てビジネスもうまくいって、でこうね、なんていうんですかね、いい感じで伝播してってるなと思って、まあそのヒカルさんはちょっと YouTuber っていうところで、まあビジネスもやってるんだけど、ちょっと違う新人類って感じがするんですけど、まあ美咲さんと与沢さんぐらいまではその IT っていうかね、そういうとこ駆使して、でなんかあれやっぱり部活だなと思って、その僕スポーツ部活チャンネルってやってるんですけど、そのまあ彼らがそのね不良だったり、いろいろね不登校だったり、まあ堀江さんもこう受験をねクリアして東大行って辞めちゃってみたいなけど、なんかねすごいね敬語を使えたりとか、体育会系のいい意味での体育会系のノリというかね、それでコミュニケーションも楽しいし、美咲さんと与沢さんもすごい丁寧な言葉でね、堀江さんがまあ堀江さんもちゃんとタメ口なんだけど後輩っていうかね、こう可愛がってる感もあるし、なんかすごいその上中下っていうかね、高1高2高3中1中2中3みたいな、この3人の関係ですよね。僕も先輩がいて後輩がいてっていう、まあもちろんね全然人生も違うし経験も違うし出身地も違うしね、親の教育も違うんだけど、その3人がこう男3人で先輩、上中下っていう感じで、ね、1年生2年生3年生っていう関係でこう食事をしたりお話をしたりっていうので、こう世代をねちょうど学年も違ってもこう喋れるっていう環境っていうかね、そういうのを皆さん目指すと結構いいんじゃないかなっていうか、いいってどういう意味かっていうと、幸福を味わえる、あと気づきを与えてもらったりとか、あと楽しい、あと心強いみたいな、そういう感じで3人皆さんもその先輩後輩ね、別に合う合わないありますよ、もちろん年齢で全てじゃないんだけど、やっぱりその僕も結構下の後輩がいて、まあすごいベタベタじゃないけど2人でもちろん食事したりとか、まあ友達とかまあどうでもいいんですよ、先輩後輩みたいな、なんかその結構体育会系嫌がる人いるんですけど、別にただの言葉であって別にそれは関係ないんですよね。なんでその関係がちょっと後輩めんどくさいとかあるじゃないですか。僕も昔は後輩めんどくさいって、もう年を取ったんでその後輩も先輩も変わんないんだけど、やっぱその中でもこのなんていうの、子供の
頃の学生時代のノリがちょっとあるじゃないですか、先輩後輩、そういう関係がなんか人の心を豊かにして、なんか自信にもなって、また将来のビジョンにもつながるので、やっぱりそのまあね、テレビ番組とかはすごい台本があってあれだけど、自分が主人公で自分のステージ、自分のこの物語、人生という物語に先輩、自分、後輩、そういう感じで、まあ、あのジャンルは違うけど、そういう関係で友達というかね、付き合いを、まあ、たまにでいいんで、そんなしょっちゅうベタベタする必要ないんで、やるといいかもしれないですね。なんかよくその東京でもね、ローカル、東京出身のローカルの人はね、地元ばっかで飲んで、地元の飲み屋とかスナックばっかり行って、一緒なんですよ。地方もね、僕の名古屋もそうだし、同じ小学校、同じ中学校でずっと地元に住んでるね、そうすると同級生、先輩後輩みたいな、そういうのもあるんだけど、やっぱりずっとそういうのじゃダメだと思うんですよね。その社会に出て先輩後輩っていう枠みたいな、そういう感じでやるとなんか楽しいし、まあそれでね、異性でもいいんですよ。女子の先輩、僕も女性の先輩います。で、まあ女性の後輩もまあいなくは、ね、少ないですけどね。まあそういう関係で、なんかなんていうんですかね、まあ年齢でうまくそこを利用するというかね、後輩なんで先輩のそのすごい多くの経験とか知識とかね、失敗とそれを聞いて学んで、まあでもまた自分も失敗して後輩に伝えてっていう、そうやってなんていうんですかね、そのマニュアルとか本とかそういうのじゃなくて、人間がこう声で伝えていく。でね、10人問いると10人全員人生も違うし、感覚も違うし、言葉遣いも違うし、見た目も違うし、好きなものも違うじゃなくて、だけどやっぱりその上の人、先人の人がそれなりに失敗してこういうことがあったって学びで、後輩に伝えていく。後輩はまあその好き嫌いはありますよ。もちろん僕も嫌いな先輩として、先輩嫌いな後輩いたんで、だけどまあもしね、同じ年ばっかりとか同じ地域ばっかりで、まあ田舎ってそこはちょっとダメだと思うんですよね。で、繋がっていると見えなくなっていくし、世の中がどんどん変わっていく変化、そういうのもなんか堀江さんが前言ってたんですよね。若い人と飲むこと何がいいっていうと、 Google で検索するよりも多くの情報、人の方が情報がすごいと、情報量がで喋ってて入ってくるので、そうやって若い人と飲むことは大事だっていうね。僕もね、結構それ大事だと思います。もう本当に知らないことばっかりなんで、僕も先日ね、専門学校の学生さんと話したんだけど、ちょっとそうね、もう全然親ですよ、僕。だけど、新しい情報がすごい入ってくるんですよ。やっぱり知らないことが多いので。で、向こうは向こうで、年上の人を聞くと。まあ、めんどくせえとか話長いとか言ってるうちは多分、あんまり幸福とか幸せになれないし、って思うんですね。まあ校長先生の長い話って聞きたくないですけど、僕もじゃなくて、もうちょっと身近で同じジャンルとか仕事とかでもいいし、いろんな街でたまたま飲み屋で出会った人でもいいし、そういう感じでこうつながっていくっていうか、チャンスがいっぱいあるので、まあ、とにかく部屋でね、ゲームとかSNS ばっかりやってもね、何もならないんで、やっぱりその街に出てとかね、何でもいいですよ。床屋さんに行ったら床屋さんで待ってる人が近所の人でとか、まあいろんなつながりで、はじめましてみたいな感じでつながっていくと幸福度がもう高まると思うんですよね。だからもしよかったらそういうのをやってみてください。はい、部活の人はまあね、そういうのを教訓を得て社会に出たり、まあ進学したり時にまた同じ、まあ、人間でね、人間同士でこうつながっていくものですからね、先輩後輩同級生ばっかじゃなくてね、同じジャンルの先輩後輩とも仲良くしていけば、いろんなものが見えるし、いろんな楽しいことが、ワクワクすることが増えていって、満足度も高い人生になるんじゃないでしょうかって、ちょっとね、説教がましいですけどね。はい、それでは火曜日ですけど、東京はね、ちょっとね、まあまあいい天気で、ちょっと昨日も暑かったですね、昼間は。気温はだいぶ下がったんですけどね。はい、まあコロナ対策をね、まあうがいとかしましょう。はい、それではバイバイ。今日は新しい T シャツ買っちゃって、これ、あれですよね、ニルバーナのボーカルの若い子の、ちょっと僕のね、ちっちゃい、僕もね、
子供の頃こういう髪型でちょっと似てたんで、今はもう全然違いますけどね。ちょっと新しい T シャツ買いました。はい、安かったんですけどね、ネットで。はい、それではバイバイ。